しボディ跳ねるボディ時間スコードついてボディ効いてるよよし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 
Let's go!
勝に進むのは果たしてニコラス・ペタスか、それともグラウベ・フェイトーザか。これは面白い試合ですね。最高の試合ですね。今日はノリに乗っているニコラス・ペタス、そして連日フランシスコ・フィリオとの稽古で上達してまいりました。腰の怪我も癒えました。満を持してこの世界大会に登場してまいります。膝蹴りですね、はい、高いとこ来ますね。あの膝蹴りは第6回世界大会で市村直樹を葬った全くモーションのない膝蹴り、ここでも出してまいりましたグラウベ・フェイトーザ。まあ、先ほどの松井幹事ちょっと話聞いたんですけど、あのフェイトーザの高い膝蹴りから本当に前蹴りに来るのか、さっきみたいに上段回し蹴りに来るのか、分かんないみたいですね。途中までのモーションは一緒で、ここから伸びてくるか、膝かというところ。そうですね。ニコラス・ペタス下段回し蹴り2発。フェイトーザのあの上段はね、田村選手そうですね、沈めました。あれも見えなかったみたいですね。上段あの変則の蹴りですよね、そうですね。あ、ここも左の膝がぐーんと伸びてきました。ちょっとフェイトーザがパワーで押してますよ。フェイトーザは昨年の1月イリサをワンマッチ技あり優勢勝ち、そして6月にはフィリオの抜けましたオールブラジル選手権決勝で世界7位のルシアルバジレを下しまして優勝を収めております。上段回し蹴り、回し入りましたね。ちょっとニコラス下ろされてますね。フェイトーザがここは一気に前半スパートをかけています。相当見にくいんでしょうね。相当見にくいんでしょうね。グラウベ戦、そしてこのニコラス・ペタス、この対戦パワーではやっぱりグラウベ・フェイトーザですかね。そうですね。スピードでニコラスというような形でしょうか。まあ、うまさでもニコラスうまいと思うんですけども、テクニックでもニコラス、はい、しかしここはパワーで圧倒しているグラウベ・フェイトーザ。フェイトーザにかき回されてますね。かかと落とし、さあニコラス・ペタスも追い込んでいきます。いや、いきますね。ちょっとニコラスが冷静に戦った方がいいと思うんですけど ね、 そうですよね。ちょっと今ハチャハチャしてますね、はい。あの前回第6回の世界大会の時にニコラスはちょっと速い気持ちであのフィリオとですね戦って上段入っちゃいましたけど、そうですね。後ろ回し蹴り、お互いに蹴りの応戦、どちらにこの先に入るかというところで決着がつきそうな強烈な蹴りです。フェイトーザはもう遠い間合いでも近い距離でももう両方有利ですね。いいですね。ニコラス選手今ちょっと自分の間合いというか有利な間合いだったですけどね、そこでずっとこの前これぐらいの前ですね。この下段回し蹴りがいいんですよね、はい、やっぱ足からしかしグラウベ・フェイトーザの下段、はい、あの前回のあの和美選手がフェイトーザに勝ったようにですね、やっぱりあの下段から崩していくしかないと思うんですけどね。でもフェイトーザ結構効いてますね。そうですね、下段ね、ちょっと今引きずってましたね。ニコラス・ペタスの下段、うまいうまいうまい。画面右側ニコラス・ペタス白、ちょっとこの前ですよね。効いてる効いてる。赤グラウベ・フェイトーザ左、効いてる。下段の回し蹴りが効いている。グラウベ・フェイトーザもニコラスがちょっと優勢ですね。盛り上げを蒸し出しておりますが、ここはニコラス・ペタスがプレッシャーをかけていったところで、すごい試合だ、すごい試合だこれは。さあどちらに3本上がるでしょうか。赤グラウベ・フェイトーザ、白ニコラス・ペタス、3本以上で勝ちが決まります。白が2本、引き分け2つ。主審はどうか、ピーターちゃんはどうか。白1主審は引き分け、決着つきません。2分間の延長戦、場内は興奮のうるすぼと化しております。すごい試合ですね。ちょっと不謹慎ですけどもうちょっと見たいですよね。男子重量級準決勝第1試合はニコラス・ペタスとグラウベ・フェイトーザ、何かこう極真の歴史の1ページに刻まれるような素晴らしい試合になっています。下段回し蹴りニコラス、外国人同士の最高峰の戦いですね、はい、そうですね。今この2人テクニック的にもパワー的にももう世界で最高の戦いですね、 最高の戦いですね、はい、果たして決勝にどちらが駒を進めるのか。こちらがグラウベ・フェイトーザ赤、そしてこちらがニコラス・ペタス白、両方ともこの4月20日に合わせて万全の準備。あ、いいですね。フェイトーザが、あの何かグラウベ・フェイトーザこの試合の前にチューブトレーニングを随分積んできて、チューブでパワーをつけてきたという話を聞いておりますね。かつてフランシスコ・フィリオがこのチューブのトレーニングでパワーを、あのあのちょっと、ちょっと危ないですね。ニコラス・ペタスがぼーっとしているか。ちょっとニコラス聞いちゃいましたね、聞いてますね、今何か動きが止まっている状態。今頭も当たってますね。そうだったんですね。ちょっとバッティングになりましたね。はい、前に出てきまして、ちょっと頭が当たりました。その前のフィートーたちもちょっと当たったような走ったんですかね。右の下段回し蹴り、フェイトーザ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 優勢か、フェイトーザ優勢か。このガムシャラが怖いんですよね。後ろ回し蹴り、
腹部を捉えました。しかしグラウベフェイトーザはビクともしません。やっぱりなんかこうやって見てるとちょっとニコラスに日本人がダブりますよね。あ、そうですね、総本部でケープをつけております。今ちょっと頑張ってもらいたいなって感じがしますよね。そうですね。ところは日本人、デンマーク出身、今回はヨーロッパ代表として参加しておりますが、日本人の代表でもあるというふうに公言してはばかりません。ちょっと逆転されてますよ。フェイトーザ押してますね。フェイトーザ押してますか、はい、時間の方が残り10秒、延長の2分間も残り10秒を切っています。果たしてグラウベフェイトーザが決勝へ進むのか、それともここからニコラス・ペタス。いや、ニコラスここで気合ですよね。ここで終了です。さあ判定、もっと見ていたい気はします。もっと見ていたい気はします。判定はニコラス・ペタス白か、それとも赤、グラウベフェイトーザか。赤が2本、引き分け2つ。主審のチャンはどうか。主審も引き分け。延長の2回目になります。いい試合ですね。いい試合ですね。いや、フェイトーザがちょっと逆転しましたね、延長では。まさに世界の頂点、男子重量級。本当に不謹慎かもわかんないですけど、ナイスジャッジでした、ね、ナイスジャッジですね、見たいですね、もっと、はい、さあ、ニコラス・ペタス、グラウベ・フェイトーザ、果たして決勝進出するのはどちらか。延長の2回目に入りました。残された時間は2分間。まずはじっくりと前を見てかかと落とし、グラウベ・フェイトーザ、まあ、ニコラスとしてはもうフェイトーザ のペースにはまらないことですね、はい。さあ、ちょっと後ろ向いている、危ない、危ない、ちょっと荒くなってますからね、あの動きが、はい、大きく肩で息をします、グラウベ・フェイトーザ。遠い間合い、これはグラウベ、下段回し蹴りがちょっと鍵になってくると思うんですけども、やっぱりちょっと長嶋さん、はい、これニコラス効いてるんですかね。そうですね、ちょっと止まってますね、苦しくなりました。口を開けていますニコラス・ペタス。怪我も言えまして、この4月20日に全ての照準を合わせてまいりましたニコラス・ペタス。何としても勝ちたいんだと、優勝するのはフィリオじゃなくて俺なんだというふうに語っておりましたニコラス・ペタス。フェイトーザは本当に怪物ですね。そうですね。しかしその前にグラウベ・フェイトーザが立ちはだかっております。ゼッケン79番がいつも以上に大きく見えます、グラウベ・フェイトーザ。この間の世界大会の時はね、勝美選手と延長で、そうですね、なんか諦めたなっていう感じが、勝美選手の下段が効いてたんですけど、やっぱりなんか一段とたくましくなってますよね、はい、もうこの、ね、再延長で全然諦めないです ね、 そうですね。やっぱりフィリオが日本に来てブラジルに残された中、ブラジルでは自分が頑張らなきゃいけないという気持ちが何か現れております。危ないところニコラス・ペタス、ああいうとこ気抜いちゃダメですね。ニコラスちょっとどっか引いてるんですか、ね、何かこう背中を向ける場面が多くなっております。ぼーっとしてますよ、ぼーっとしてますよね、危ないですね。グラウベ・フェイトーザグラッと来ている、下段グラッと来ているニコラス・ペタス。下段で足殺さないとダメですね。そうですね、足を殺さないと本当にダメですね。残り時間がなくなってまいりました。男子重量級準決勝、ね、ニコラス・ペタス危うし、グラウベ・フェイトーザにどうやら部がありそうだ。残り時間がもうありません。効いているニコラス・ペタス、ちょっと押されましたね。うつむいたまま2回目の延長も終わりました。さあ判定はどちらか。赤が3本上がりますとグラウベ・フェイトーザ、白3本ならペタス、赤3本、グラウベ・フェイトーザ、ニコラス・ペタスを下しました。また一歩世界の頂点に近づきました。18歳でデンマークから単身来日し、大山マスたちの内弟子として3年間の修行を完遂したニコラス・ペタス。外人でありながら大和魂を備える期待の大型新人である。Yeah!
6回世界大会でベスト8に入ったフィリオ、ギャリー、ペタス、彼らは日本選手とは異なる技やフットワークを持ち備えている。それは日本まず最初は内股からいきます。軽くいって前の足蹴ったらそれを一本下がります。合わせてこういう感じで、その後はその次は、下がってから反対足で返します。反対足で返します。こういうふうに、まあ、スパーリングみたいな感じで覚えてください。で、一人はずっと下段ばっかり出して、もう一人は避けてから返してください。それ自由にペースを取ってください。ここから一つやってストレート一本やってから外側行きます。じゃあ内股やって、内股まず長くして、で突きも長くして入ってから、で上から振ります。まずこれ行きます。の前足の下段が来て、それに合わせてその内股なんですよ。ですから なんか見た感じでこういう風にここまで入っていくとストレート突きがその距離がないんですね。ですから合わせて本当に長くしてからこういう風に、それ今度は、相手を前蹴り蹴ってもらうんですね。で前蹴りに合わせて横から動いて、で膝蹴り返します。でまたもう内側からもこういう風に膝蹴り返します。まず大切なところを、受けは、ただまっすぐ上から落としてなくて、横の方に行くか、内側から行って、まあ、どっちでもいいんですけど、返すのは。で、その前蹴りの出るところにコントロールして、外側から内側にずらしてから、自分の体一緒に動いてから、でその小さいサイドステップしてから、膝蹴り返します。前蹴りの後の膝蹴りは、ていうかどうしても横の方に行きますね。そしたらこっちから膝蹴りやりやすいんですけど、そうじゃなくて自分の体重をうまく使ってまっすぐ出すね。前、横からじゃなくて本当にこういう風に中に入れて。で、まずこういう風に相手を立ててもらって、で近づけて。でそこから一回振ってから上段回しに行きます。ですからそれをまず手を上げないでね、手を握ってからちょっとだけ中に入ってからこういう感じで、でそれのカウンターっていうか、ああいう感じですね。これもまず蹴り方 の技だけなんですけど、組手になるとやっぱりこういうふうに押しちゃいかないんですけどね。だなるべくそれもイメージするのは例えばストレートでいったらドーンと返すとか、それともこういうふうにとか言ったら、で相手がグッグッってちょこっとだけ下がってもらったらすぐ返します。ですからこれを何て言うんですかね、こういう冗談じゃなくてただの
げてドーンと軽くいきます、ね、でその後のチャンスを考えてください。あと10秒です。これからあの商談審査を行うわけですけど、まあ、皆さんもね、審査をこう何回も受けてきてこの場に至ってますから、まあ、あの改めて注意することもないと思いますけど、まあ、日頃の、ね、稽古の成果をこう発揮できるようにあまりあの硬くならないで、ある意味ではもうこの場にこう至ったというこの場でね、結果は出てるようなもんですから、あとは落ち着いてね、やるだけだと思います。年に一度行われる総本部の商談審査は、基本、移動、型、基礎体力などの審査の後に組手が行われる。真剣勝負の組手では、初段が10人、2段が20人、3段は30人、4段は40人と対戦しなければならない。今回はそのハイライトシーンの後、第6回世界大会で活躍した鳴島龍、入澤軍、岩崎達也、ニコラス・ペタスの組手をじっくりご覧いただきたい。
間です。やめやめ、ちょっと待って。今聞いてたの。
ください。合わせ1本。30人目です。はい、は。よし。あ、そう。はい、正面レイ。よし。レイ。よし。そして、そし。正面向いて。はい、正面レイ。よし。レイ。よし。レイ。よし。はい、構えて。Stop it! Stop 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 it! Stop
重量級決勝戦は圧倒的な力で勝ち進んできた極真会館ニコラス・ペタスとワールド大山ジェイソン・ウォーリー、極真会館とワールド大山の意地が激突する。Get it! Get 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 it! Get
Left hand hook, Jason Nikki. All right, what's up?